半円分度器、前円分度器、分度器は角度を測定するために用いられる文房具である。分度器は角度測定のために用いられる半円形もしくは前円形の器具で円弧状に角度が刻まれている。半円形の分度器が半円分度器、前円形の分度器が前円分度器である。前者は0度から180度まで、後者は360度まで目盛りが刻まれている。 ただし、優角は必ず列角を同時に形成するため、180度までしか目盛りのない半円分度器でも簡単な計算で180度を超える角を測定でき、計算の手間を省くために目盛りに180から360度の数値を同時に刻んでいるものが多い。一般的に広く知られているのは平面子型が半円の半円分度器である。初等教育から用いられ、 スーパーマーケットやホームセンター、コンビニエンスストアなどでも入手できる。半円の直径部分は定規として使うこともでき、長さが測れるようメモリを刻んでいることが多い。前円分土器はもっぱら製図用であり、文房具専門店でしか入手できないが、土地家屋調査士など、作図試験のある資格があるため一定の需要が存在する分土器の材質は透明なプラスチックのほか、 木製のものもある。学校の授業では遠くからでも見えるように、また黒板やホワイトボードに大きく図を描くためにと大型の分度器が使用される。この他特殊な分度器として立体の角度を確認するための立体分度器、仮想を見るための方位分度器、パッチワークに用いるパッチワーク用分度器などがある。ありがとうございます。